はい皆さんこんばんはこんばんはだな今日鈴木行ってエブリィ見てきましたほんとねエブリィいいよね意外にねあのキャリーキャリーはねちょっと俺あんま好きじゃないんだな実際ほら19走る19 キャリーなくてエブリーはねうん値段的にもいいのかなまあ昔の系にしたら昔と比べたらいきなりげえけどねうんだけどさちょっと俺,俺今気にあの車もそうなんだけど気になったことがあってさあのー、今車ってさ 買うもんじゃねえんじゃねえかなって思ってる皆さんも気がつかないですかあのー、政治が変わったら消費税が凍結されたり5%に減税されたりもしかしたらおぎるよね <laughs> もしかしたらおぎるよね今日車屋行ってさ俺思ったんだよなこうあのー、値段がさ 120万とか130万とかさなけど結局今消費で,10でしょまあ環境でしがれるとかこういうのはあんだけどね環境がいい車とかさそういうのはあんだけどもうんだからそこでさ十何万とが引かれるんであればさもし新車でなくても中古でも何でもだよもの買うのにさ。 ちょっと待ってた方がいいんじゃないかなと思っていろんな買い物をいや買い物しなくないものはしなくないと思うんだけどあのだからさ政治変わんじゃねえのこんな今の状況でさ今の政権って本当に支持されるのあんで無理でしょうあのここで野党が一回 消費税ゼロでみんな団結したら間違いなけひっくり返るよね政権ね俺もエブリィ買えるわ <laughs> ほんとやっぱあのお金を貯めるのも大事だけどもさまあお金貯めないと買えねえんだけどもやっぱりここは国民が団結することはあの今の政権を 脅すってことだよねそうするともしかしたらだよ今ちゃんと野党共闘でやればいいんだけどねその消費税ゼロ凍結みんなに毎月10万円ずつ配るとかそこの公約で衆院選戦えば間違いなくみんな車とかいっぱい買えると思うなとにかくアメリカ見てよ車いっぱい売れてっから。 それも何ていうのかなあのニュースで少し言ってたけどそのコロナの給付金とかそういうのもあるみたいだよ車買う理由とあのこうもらったから車買うとかさだから日本でも絶対そういうのが必要だ緊縮財政やめて積極財政になればアメリカ,めアメリカでもな分かんねえなあの人な分かんねいけどとりあえず今やってることは大正解。 とということで今度ごちそうだってご,ご視聴ありがとうございました。